ユタ州会議事堂は、アメリカ合衆国ユタ州の州とソルトレイクシティ市内ダウンタウンを見下ろすキャピトロヒル地区に立地する、同州議会の議事堂。ユタ州議会の上下両院の議場のほか、州知事室、州副知事室、州司法長官室、及び州監査官室が置かれている。ユタ準州の最初の議事堂はフィルモアに建てられたが、 この議事堂は1年しか使用されず、1866年からは、ユタ巡州議会は、ソルトレークシティの市庁舎で開かれていた。1896年に、ユタが州に昇格すると、現在の庁舎が完成するまでの間、ソルトレークシティ市軍合同庁舎が、最初の集会議事堂として使用されていた。現在の庁舎は1912年12月26日に、 建設が始められ、1916年10月9日に開庁したものである。庁舎は幅123.1メートル、奥行き73.2メートルで、高さはドームの上まで87.2メートルである。建材にはソルトレークシティ郊外のリトルコトンウッドキャニオンで産出された石英モンゾニー岩が用いられ、ドームは地元ユタ州産の道で覆われている。 この庁舎の建設には2739,538ドルの費用を要した。議事堂は2004年に大規模な改装が行われた。改装には、庁舎本体に2億6,000万ドル、2棟の立法機関事務所棟に、それぞれ3,700万ドルずつの費用が投じられ、4年の歳月が費やされた。地下駐車場も備えられた、改装された、 議事堂は2008年1月4日に再開庁した。地上4階建てのこの庁舎のかつての地下階には耐震のために振動絶縁装置が設けられている。庁舎の内部にはブリガムヤング像をはじめとするユタ州の歴史や伝統を描写した多数の絵画や彫刻が飾られている。庁舎の床にはジョージア州産の大理石が用いられている。 ドーム両端の2つのウィングにつながっている中央のホールには24本のヨニア式の柱が建てられている。中央のドーム直下のロタンダには鎖で支持されたシャンデリアが吊るされている。議事堂の約16万2千平方メートルの敷地内にはユタ州に分布する植物が植えられ、ベトナム戦争の記念碑やモルモン大隊の記念碑も建っている。また、議事堂の敷地内からは、 ソルトレークシティの街並みやワサッチフロントを眺めることができる。ユタ州会議事堂は1978年に国家歴史登録罪に指定された。また、議事堂の立地するキャピトルヒル地区もキャピトルヒル歴史地区として国家歴史登録罪に指定されている。また、ユタ州会議事堂は2003年に公開されたリース・ウィザースプーン主演の映画キューティブロンド。 ハッピーマックスにおいて、連邦議会議事堂の内外装の撮影に使われた。ありがとうございます。